りね、キャンプでやるね、唐揚げのこの音といい匂いがね、最高ですよね。いい感じ。今回はね、味付けの方はお家の方でジップロックでやってきて持ってきて、で小麦粉の方を今ね絡めて揚げてます。美味しそう。あともう少しだったんですけど、ガスが切れちゃった。ガスをちょっとまたちょっとつけます。ご飯がねできました。サラダはね、コンビニで買ってきたものです。唐揚げと、あとご飯の方がね1合で、やっぱり水こぼれてたの足せばよかったですね。ちょっと硬そう、今回のは失敗かも。ではいただきます。半分は、半分はね明日の朝取っておこうと思ってます。食べてみます。うん、やっぱりちょっと固め。やっぱりもうちょっと水がこぼれた分がね足せばよかった。まあでも全然食べれることは食べれます。固めなだけ。うん、唐揚げ、うん、美味しい、間違いない。でもね、この量ちょっと食べたらなんか胃がもたれそうな気がするので、多分残すようかなとは思ってます。おはようございます。今5時ですね。昨日の夜はね暖かかったですね。多分寝る頃でもね11とか12とかあったので、全然やっぱり過ごしやすかった感じで、今5時で、幕内4度ぐらいになってるんで、ちょっとやっぱり寒いです。でも多分いつものことながら外の方が暖かいんじゃないかな。幕内の方がね冷えてることね多いってことがね気づいたんでね。で結構ね寝袋の中暖かかったので、もうある程度暖かいの脱いで寝たんで、それを着込んでちょっと動き出そうかな。でね、化粧落としをねどっかね行っちゃってて、なんか探せなかったので、化粧落とさないで寝ちゃったから、もう多分今日はカピカピしてる状態で過ごすようかなと思います。今日はね雲が今のところ一つもないかな。まだね太陽はね出てないけど、風もなくて穏やか。あ、山が綺麗に今日は見える。朝の散歩をしようかな。でね結構ね濡れちゃってるんですよ。でこの靴もねこのテーブルの下にしてたんだけど、ちょっとねやっぱり湿っぽくなっちゃって失敗した。テントの中にすればよかったなって思います。だから薪も若干湿っちゃったかな。散歩してから焚き火しようかな。焚き火し始めちゃうとねなんかテントね離れられなくなっちゃうから、ちょっと散歩しようと思います。もう何人もね朝の散歩してる人いますよ。5時5分10分ぐらいなんだけどね、みんな朝早起きだな。臨時フリーサイトね、ここもね開放されてる感じなんで、なんか多分イベントがあったりとかするとイベント会場みたいになるのかな。ここは本当に何かっていうあれでもない。しかも駐車場からねここは離れてるから、ほんとほんとにポツンとやりたい人とか、あとはあれですよね、
よっぽどやっぱり混んじゃって向こうがギチギチになってくるとこっちに止める人もいるかなって感じだけど、でもここら辺本当に桜の木の下でできるから本当 お花見キャンプみたいな感じでできそうな臨時のフリーサイトですね。でも川とかそういうのは見えないね、ここはね。ぐるっと、ではお散歩してこよう。臨時のフリーサイト、駐車場遠いと思ったけど、ここ脇になんかねドラロープであるから、ここに止めていいのか。もしそうだとしたらちょっと近いかも。あそこにね、私のねハスラーが止まってるんですけど、こういうね小川が流れてこんな感じで散歩コースありましたよ。素敵。あ、ここは本当お散歩おすすめですね。あ、朝焼けが綺麗に出てきた。桜もね、太陽上がってからの方が綺麗に映るかな。ちょっとね、帰る前にもう一回ちょっとここ散歩にしようかな。でも朝もやもね、素敵だね。あっちにね、大きい川がね、流れてるんで、あれ、何の川だったっけかな。ちょっとそっちの方もね、ちらっと覗いて、来ようかな。わあ、那須のね、山々が綺麗。まだやっぱ奥の方はね、頭の方は雪ですね。雪かぶってるのかな、奥の山は。川沿いはね、桜並木綺麗。まだ太陽は出てないかな。こんなね、小さい小川もね、脇に通ってましたね。これは帰る前に一回着物着てここの桜取りに来ようかな。やっぱりね、ちょっと太陽がね出てないと暗くて綺麗に映らないな。山とかはね綺麗だけど、太陽出てきた。あっという間だったな、暗いと思ってたら。いやー、雲がなくてほんと綺麗な朝。早起きして散歩してよかった。でね、ここね、ほんとお散歩最高ですね。特に桜の季節はいいかも。あー、通りでね、お散歩してる人がね、まあ多いわけですよ。綺麗な公園ですね。すごい、ずーっと桜が咲いてる。こっちはね、あの一般のね道路なので、普通に車通るんですけど、でもさすがに朝だからあんまり通らないね。結構昼間はね、結構ここ通りますよ。でもみんな桜を見るためなんか結構ゆっくり走ってる車が昨日多かったような気がする。で戻ってきたけど、どうしようかな。池の周りもぐるっと歩ってから帰ろうかな。ほんと風がないから綺麗に、ここのね、から、水面に浮かび上がってますよ。いやー、楽しかったなー。なかなかいい散歩でしたね。では、戻ってトイレ済ませてから焚き火して、コーヒー飲もう。あっという間に6時過ぎ。久しぶりね、ガリガリやってます。最近ね、めんどくさくてね、インスタントばっかりだったからね、もう豆も古くなっちゃってるから、使い切って新しい豆を買いたいな。
あ、やっぱりコーヒーのいい香りは最高ですね、朝は。しかもこの雲一つないいい天気だし。このスリコで買った棚、今でも売ってるのかどうかわからないけど、だいぶ前に買ってね、ほぼほぼ出番のなかったものなんですけど、結構、ま、かさばる、一応これ折りたためるんですが、ちょっと大きい形でなってるので傘はかかるんだけど、でもねこの板とかねすごい軽いから、重さないから、ちょっとこれ荷物ね減らしたい時の、まあ棚とか、まあ、テーブル代わりになったりとかするからいいかも。今度これ使うようにしようかな、軽量の時に。いい感じで、コーヒーがそうしてる間に出来上がったね。今日の朝ごはんはこんな感じ。インスタントお味噌汁と、あと昨日の残りのご飯をちょっと固めだったので水を少しかけて、鮭と一緒に温め直して、昨日の唐揚げ残ってた3つ食べちゃいます。あとヨーグルトと納豆で食べます。いただきます。ほんとね、ここのねキャンプ場はね最高の眺めですね。しかもね天気がいいから余計ですね。で今ですね10時4分で、チェックアウトが11時までになるのでゆっくりしてたんですが、一応ね大体のものは車にもう積んでます。あとはねこのクーラーボックスと、あとガス缶の入ったねケースの方はギリギリまでと思ってたんで、これを運んでテントを片付けたら終わりになる感じですかね。なのでそろそろテントの方も畳んでいこうと思います。それではまた次の動画で会いましょう。またねー。